こんばんは。サベサベ寒いよ。こんばんは。押しちゃった。当たりとかあんの？何味？これは生チョコレートっていう味です。こんばんは。そう、握手会ありがとうございました。楽しかったです。握手会ついちゃった。顔にします。ありがとうございます。ありがとうございました。すごい楽しかった昨日。前髪100点、本当？やった。うん。うんふん。眠い。眠い。もうちょっとちゃんとしたもの食べて。あ、生ハム食べましたよ。でも生ハムを7枚食べました。あー垂れてる。
これも眠いね。眠いね。ほっぺについついてないわ。うんね、なんで雪見大福を食べたかというとね、どうでもいい話していい？あのな、すごいよ、やっと見つけた雪見大福ってな、ちょっと待ってよ、雪見大福ってな、どうでもいい話なんだよね。うん、雪見大福ってな、あのこれじゃん。雪見大福ってね、これじゃん。これ、これが雪見大福じゃん。雪見大福っていう食べ物、見えた？はいか、雪見大福ってこれじゃん。見て、すごくない？どうでもいいやろ、どうでもいいやろ、すごくない？すごいでしょ。冷蔵庫に入れとく。え、すごいやろ、すごいやろ。そうなんよ、すごいんよ。これもね、雪見大福ひらがなないよ。ほい、え、すごくない？そうなんよ、ちょっと前髪が、すごいでしょ。見つけたんよ。あるって知っとったんよね。でも知らんくって、そうなんよ。なんかね、さきがいつも行ってるコンビニのな、とこにはないんよ。コンビニの、アイスコーナーにはないんやけどね。初めて見つけた。俺もこないだ見つけてテンション上がりすぎて。そうなの？一緒だね。そう、見つけたんよ、ローソンで。そう、いいことありそう、いいことありそうなんだよ。そう、一個しかなく、なんかね、そう、見たんよ、見ようって。アイス食べたいなと思って、アイスならいっかと思ってアイス食べようと思って買ったらね、本当はもうチョコレートだけにしようと思ったんやけど、福って書いてるから、すごいと思って買った。2個買っちゃいましたよ。いいことあるかな。うん、今度探してみて。前髪おかしい、おかしい、
かしいよね。顔の調子もおかしいし、やばい。顔もブス、前髪もブス、変変変変ですか。変やけどね、毎日毎日変やけどね。レッスン終わってからやけんね、ちょっと本能寺のそっち、そっちの辺。三つ編みもね、急いでやったんよ、さっき。トロロロロって、さあ、キャリーケース持ち運んだまま、とりあえず、今日もハートスケ、ハートスケジュールだった。 I wanna do、 I wanna keep、 君と出会う、今日メール取りました。嬉しい、ありがとうございます。いっぱい届くやろう、さっきのメール。レッスン長かったの、でも3時間とかかな、そのぐらい。そう、スタジオのレッスン、スタジオです。必要です。そう、朝早かったからね、今日も5時半から配信して、15分だけ5時半から配信して、そっからね、あれやから、新幹線で移動して、移動中そう寝てて、メール送りたかったんだけど、朝のおはようメールを送りたかったけど、寝てた。あゆみと一緒に寝てました。そう、あゆみとね、乗ってたんだけど、あゆみと一緒に寝ててね、ぐっすり二人で寝てて、したらね、あの、なんか携帯鳴りませんでした、みんな。ふわふわって、なんかiPhone やったら、なんかチロリンみたいな、なんかあのサイレンみたいな音がね、鳴ったんよ。鳴った？鳴ってない？なんかね、新幹線でなんか鳴ったんよ。いや、さっきの携帯もね、鳴らなくて、さっきとあゆみ寝てたんですよ、新幹線で。そしたらね、携帯が新幹線の中でみんなのになってね、驚き、びっくりってなったんだけど、そうなったんやけど、さっきの携帯だけならんかって、さっきの携帯だけならんかったんよ。そうなんだよ、さっきの携帯もならなくって、目取れてないよ、びっくりした。取れてないよ。そう、いや、いつもだったら乗るんやけど、そう、いつもだったら乗るんやけどね、乗らなかった。授業中になったの？やばいじゃん、怒られるよ、授業中。授業中は怒られちゃうよ。乗らない設定なのかな。そんな設定してるかな。びっくりしたみたいな、急になるからさ、びっくりした。そう、今日の服久しぶり。そう、何これ、ノースフェイスのパーカー、久しぶりに来た。今日もう何にもしないから楽な格好で行こうって思って、レッスンとか、あと新幹線で寝るためにね、
悪女柄の服でもよかったんだけど、ちょっと普通にお揃いにする？この服一緒の服にしましょう。じゃあこれ、そうなんだよ、グレーで下はねチェックのスカート、長い長いからねあれなんだけどさ、かわいいっしょこれね。下のやつリールなんだよ。リール見た？そうだよ、リール。そうそう、このスカートはねあれなんですよ、あのね何かな、GU のやつです。 GU の GU に見えんことない？めっちゃね、これに帽子かぶってマスクしてメガネかけてた今日めっちゃなんか不審者みたいな格好してたんだけど、そう、かわいいこの格好、本当？嬉しい。それにスニーカー合わせてたの？そう、スニーカーはコンバース、コンバース、帽子がチャンピオンで、メガネかけてマスクしてた、いつものあのメガネ。今日レッスンの先生にね、伊達メガネって言われた。伊達メガネじゃないと思って、どこ行った？さっきのメガネね、よく伊達メガネと間違えられるんですよ。そう、真面目に見える。伊達メガネにね見られるんですけど、これ伊達メガネじゃないんですけどね。そう、ガチメガネ、ガチメガネ、マジよ、マジマジ。どう入ってるメガネ、ズボラ女子ベロリスト言われるんやけど、全然そんなことないです。そうです、ほらそう、メガネ似合わんけね、あんまりかけんのに。結構強いよ。でもさっきメガネを3回ぐらいなくしちゃって、自分のメガネを3回ぐらいになくして、今コンタクトつけてる。本物よ、本物本物。もう一回かけてください。嫌だ嫌だ、こった。メガネはね、あのスピンの時しかかけない。ほぼスピンの時以外は見かけません。メガネ壊したことはないかも。ないけど、あのちょっとなくしたこと、メーカー、なんやろね、メーカー、なんだろうか、分からん、なんだろう、街で会ったら分かる？あー、外とかだったら基本はコンタクトだから。でも今日はずっとメガネだった。今日レッスンもメガネで、ずっとメガネでした。毎日会えた記念配信おめありがとうございます。そうなんですよ、基本通りにいるの？いない基本あんまりいないかも、
めっちゃ顔疲れてるかも。やばい。目悪いから望遠鏡持ってる。望遠鏡って何か知ってる？望遠鏡はあの遠くを見るものだよ。メガネで踊れるの？踊れない、踊れないからね、外したんだけど、外したら見えなかった。見えなかったんだよね。うん、星を見るやつ。そうそう、星みたいね。主てて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 。初見です、こんばんは。こんばんは。そう、眠いですね。コンタクトはつけてますよ。でもメガネは基本つけない。後ろの可愛いでしょ？ピンクパンサー。すいません、近くいて。すいません、すいません、ちょっといろいろあって、すいません。すいません、すいませんね。たまにはね、アップも。アップすぎ。今日は全身ピンクですか？今日はグレーと赤です。赤色。その距離でコメント見えるの、さっき視力良くない？コンタクト入れてるもんだって。コンタクト入れてるからね。見えるよ。ハルジオンだ。ピンクパンサーいるよ。昨日からね、ずっとハルジオンをね、歌ってるし聴いてるしって感じなんだよね。うん、今日前髪もう可愛い。前髪もやばいし、顔もブスだし、もうやばいんだけど。はい、コンタクトソフトだよ。いつもいつもソフト、一生ソフト。ハードはね、友達がつけててね、ハードをやめといた方がいいよって言われたけんね、ハードをやめました。ワンデー、ワンデーだよ。ワンデー、ワンデー、ワンデーだよ。僕もワンデー一緒だね。じゃあねえねえ、このパーカー、めっちゃ首が締まるんやけど。握手会でファンが他の子に行くのどう思いますか？別に好きは何とも思わないけどって感じ。何とも思わないけど、でも何とも思わないこともないかも。何とも思わないこともないけど、あんまり思いません。何とも。素顔だけです。ありがとう。
奈良さん教えて聞かれてドキッとした。嫉妬する、嫉妬する、最近嫉妬深いからやばいよ、もう嫉妬するよ。今日のチャートリで立ち見の位置確認できたから番号的にいいとこいけるかも。お、いいね。嫉妬深いですよ、嫉妬深いですよ。女の子はそんなもんですよ。マルジー女、前髪切ったん、うん、ちょっとだけ、わかる、ちょっと。オンザになりかけ、そう、オンザじゃないよ。ちょっとでも巻いたからこうしたから短く見えるのかも。いつもぺちゃんこだったから、ぺちゃんこぺちゃんこ短く見えるね。顔でかく見える、顔でかいけど目が違うのは気のせい。メイク変えたんだよ、よくわかったね。メイク変えたよ、なんか薄い。メイク変えた、よくわかったね、天才。天才すごい、よくわかったね。でもよくわかったじゃん。マジで可愛い、ありがとう。ありがとう。でも今日やばいぐらいね、顔がさ、今日も便座って感じ、ホテルの便座の顔してる。顔が整ってる？整ってないよ。おつです。今日チャートリ行ってきたの？いいね、チャートリ今日あったのか。スタジオも来てよ、スタジオも。スタジオはあれだよね、あさってよね。頑張らないと。好き、ありがとう。ありがとうございます。便座、ホテルの便座みたいな顔してる今日も。排水口みたいな顔してない？薄、あまり可愛くないよね今日。わかる、ふふ。ハルジ排水口排水口みたいな顔ですよね。今日も可愛い。本当？本当かよ。今日勉強できそうな子みたい。すごい、顔大きいけね。痩せな、やばい。アイス食べる暇なんてなかったわ。アイス食べる暇なかった。食べちゃダメだよ。ハルジオンが君がいたら、マイマイさんのね曲。そういえばさ、
そういえばさ、再販があるから21日の東京の来てね。初めて握手したのマイマイ。そうなの？ほら運命ですね。ハルジウム歌ってた。来てね、21日来てね。俺のところでもやってください。何をやればいい？風を窓をこの岬でもう少しで春が来るはず。青い海に日差しが晴れて君を乗せた船が近づくよ。 I can stop loving you、 愛ふれる気持ちどう話せば伝わるだろう。 I wanna hold your hand、 抱きしめたいよ。波のように切ない願いを。原点ももうすぐあれだね、レッスンも入るんじゃない？君はどう？長見ゆき？本当？でもなんかボサボサじゃない？前髪欲しい。前髪あげる。一本あげるよ。日に日に可愛くなってる？なってないよ。でも最近ね、女子力が上がってきたのか分からんけどね、前髪じゃなくてあのねメイクのね動画をね毎回見るようになったんよ。そう、マイクじゃないメイクの動画。お、握手会楽しかったよ、ありがとうございます。そう、女子力お化けのね動画をね最近ずっと見てるからね。そう、でもその代わりに前髪が終わってるからね。終わってない？今日の前髪終わってるよね今日の前髪。本当はね、あの配信今日夜やる予定はなかったんやけどね、喋りたくてみんなと喋りたくてね。そう、本当はやる予定なくて寝る時間に費やそうかなと思ったんやけど、ショールーム好きだしみんなと喋りたいからさ。そう、そう、朝配信もほんまはやる予定なかったんやけど朝配信やるか夜配信やるかで悩んでたんですよ。朝配信やって、朝早くからやって今日は寝るか、朝は寝といて夜やろうかなってこう考えてたんですよ。夜中の3時ぐらいまで考えてて、どうしようかな、悩みどころって思いながら夜もやりました。朝見る人と夜見る人っているかなと思って。そう、嬉しいね。なんで携帯落ちたん？急に携帯が急に落ちたんだけど。優しいっしょ意外とね
意外とね、意外と優しいんだ。意外とね。そう。意外とね、優しいからね。三つ編みが見えなくなっちゃう。まいっか、見えなくなってもいいよね。どう？男の子みたいじゃない？男の子みたい。どう？イケメン？どう？ココアみたい。男の子でーす。男の子でーす。僕は男の子だよ。イケメン？本当？クソガキ。そう、ココアみたいじゃない？ニート？ニート。そう、確かに。どう？やってそう。パソコンいじるて。見えなかった。どう？変。変です。変。ココア推しに怒られちゃう。決してココアの真似ではないよ。三つ編みかわいい。三つ編み、三つ編みね、ぐちゃぐちゃなんよね。めっちゃね、プチチチチチチってやったから。そう、そうなんよ。いい写真しか、なんだっけ、優しい目で見つめる。リールの本物見ましたよ。ありがとうございます。そう、そうなんよ。見てくれた？そうだよ、置いてた。前髪無理なんだけど、どうしよう。前髪やばくない？
可愛い顔になりたいですよね。なんか本当に髪の毛やばい。三つ編み。どうやばいの？なんかやばくない？たよき。リップ薄くない？今日いつももっと赤いのにね。リップ薄めなんですよ今日は。そう、最近癖なんよね。なんか口鳴らしてるよね。なんか気づいたらね、鳴らしてるよね。癖です。ん？これ違う。癖なんす。癖なんよね。指は指はちょっと指はなりません。指はちょっと鳴らないんですよ。ならんね。ならんならん。できんできんそんなこと。あ、でも小学校の頃はねできてたんだけど。なりません。こんなのはねできなくてもいいんですよ。できなくてもいいんです。いい。ベロの方が上手なんだけど。いや、やっぱり今日やばい。顔が疲れてる。疲れた顔してる。なんか今日疲れた顔してない？ちょっと自撮りをメールで送りつけようかなと思ったけど、顔が疲れすぎてて。事件なんだけど。メール送ります。可愛いしか言えない病になった？直してください。あ、じゃあこの今から送るよ画像。ブサイクな、ちょっと顔面疲れてる顔。お疲れの、ちょっとお疲れた顔を送りつけてあげるよ。じゃあ今からメール。
最近気になっておりフォローを開始しました。ありがとうございます。お疲れ顔。顔。顔っていう題名で送るわ。顔っていう題名で送るね。送りつける。送りつけてあげる。星座待機。待機中？メール送るね。あと2通ある。今日お休みとその顔面ブサイク顔面今日マジで排水口みたいな顔してるね。ごめんなさい。なんか排水口ちゃんって呼んで。すごい。なんで寝たんだけどね。30分レッスン場でね、レッスンが始まる前にほのたんと一緒にレッスン場に行って1時間寝て、で新幹線の中で4時間寝て5時間も寝たんですけどね、ちょっとまだ疲れた顔してますね。メール撮ってる？保存できる？できないぐらい顔がブスだけど送りつけるね。送りつける。メール読んでる？みんなメール読んでますか？今日も読んだ？メール今日はレッスン場でレッスンが終わってドカワキとミチュとお話をしました。そう、タンホノと一緒にレッスン場に行って、タンホノは瀬戸マイクやから待機その場で待機してスタジオがレッスンしてって感じ。そう、内容の薄い話をねミチュとドカワキとやりました。そうだよ。あれは誰の手？そう、あれは正解はねミユミユの手でした。ミユミユの手でした。そう、ミユナの手だったんですよ。実は画像見た？ここら辺、あのすっぴんの、すっぴんやばかったんだけど、すっぴんの方がやばいよね。ごめんなさい。なんかそう、内容の薄いお話をしました。そう、ミユミユの手でした。正解はちょっと自撮りするわ。ちょっと格好見ちゃう。今日あのゆるゆるなんですけどすいません。ちょっと今日やる気ない格好ですいません。自撮りしてました。自撮りしてました。自撮りを送りつけます。今日ね履いてるよ。今日ゆるゆるゆるすぎてもありえんよね。ありえん格好しとんよ今日。パジャマみたいな。でも今日スカートで踊るの大変やった。スカートの下何も履いてなくてさ、レッスンするの大変だった。踊ってたらもう大変やった。いろいろ足見えません今日。あ、見える内容が見えるところやった。そうなんですよ。見てキーボード、キーボード見て。見えんね。よだっちゃ、ヨダちゃんのスカートの下今日何も履いてなくて、もう踊ってる時やばかったんよね。そう、何も履いてなかった。さあヨダちゃん、ヨダちゃんさんなんですよ。これもやで、かわいいっしょ。自慢。なんか謎の自慢。そう。
やだゆうきさん。風、そう風やばいよ。スカートの中に寒い。スカートやのにね、足が寒いんですよ。スースーする。スー、何も履いてないからね。眠い眠たいよ。今日口の色薄くない？ストッキングも履いてない。この色綺麗やろ。眠たい。寝れるよ、もう今なら寝れる。おやすみ、おやすみなさい。おやすみ、みんな、みんなも早く寝るんだよ。おやすみ、おやすみなさい。おやすみこんな笑顔で寝る人おらんやろ。おやすみ、早く寝て。おやすみなさーい。早く寝て早く寝てよ早く寝ないと。みんな明日もお仕事とか学校とかやろ、バイトとか。よだれ垂れてた？おやすみ。私はピンクパンサーと寝るわ。手つないで。おやすみ。寝てる？おやすみ。じゃあみんなおやすみ。いい夢見てねかわいいっしょ。おやすみ起きてる、みんな。菅原が変わるの菅原が変わるんかい。明日お仕事なんで眠い。頑張りましょう。私も明日はね、ちょっと言えないんですけど、お仕事より大変なことがあるので、お仕事より大変なことがあるから、それに行ってまいるよ。みんなのお仕事よりは普通やけどね。みんなのお仕事よりは全然大変じゃないけど、普通の、まあ、なんやろうな、なんだろう、頑張る。赤点？赤点なんかしてないよ。頑張る。えいえい、おお。頑張る。頑張る。頑張りゆみりん。先だけど。先だけどね。遊びたい。確かに。遊びたいね。最近も今遊ぶなら何するかな。かくれんぼとか。かくれんぼとか鬼ごっことかやりたいな。頑張るぞ。えいえいおー、えいえいおー頑張るぞ。カンバラと遊びたい。カンバラと遊んだらね、何する？何するかな。
何ごっこする？おままごとしようじゃ。おままごとしよう。えいえいおー、おままごとしようじゃ。えいえいおー、うちの子供と遊んでほしい。遊びたい。最近ね、意外とこう見えてね、ちっちゃい子好きなんよ。いや、こう見えてというか、まあメールとか将来を見たったら分かると思うんやけど、ちっちゃい子好きなんよね。あの年下メンバーばっかりにね絡んでるから、アリちゃんとかあゆみとか幼児ばっか。さ、スガキン子供役？うん、菅原は何役にしようかな。菅原は子供じゃないです。私はママ役です。主役、ママ役ですよ。みんなは何役になる？赤ちゃん役？やだよ、やだこった。みんなは何役になる？ママです。私はママ役だから、みんなは何役ですか？おじさん役。字の癖強くない？太陽の奥。近い。ブサイクやな、すいません。はい、じゃあ壇上読むね。じゃあもう10時来るから壇上読むね。壇上読みます、急ぎます。13位ヤスさん、11位フクチャンスさん、9位スエンさん、7位銀河美中年さん、5位達也さん、ありがとうございます。12位菩薩さん、10位大地さん、8位正俊さん、6位かなかなさん、4位ぶっちゃんさん、ありがとうございます。3位みえ、あ、ヨッシーさん、2位みっちーさん、1位がチロさんです。ありがとうございます。ってことで今日も一日お疲れ様でした。ギフトもありがとうございます。また菅原の配信見に来てね。ショールームのフォローもよろしくお願いします。せーの、おやすみー。